こんにちは、筋肉料理研究家リョウタです。今回は絹ごし豆腐と舞茸で作るチヂミのレシピをご紹介します。混ぜて焼くだけで簡単、しかもカロリー控えめで食物繊維もたっぷり、さらに人参入りで秋らしい彩りの一品に仕上がっているので、ぜひ最後までご覧ください。それでは材料のご紹介です。絹ごし豆腐1/2丁 150g、 舞茸1パック 70g、 人参1/3本約 40g、 卵1個、片栗粉大さじ3、和風顆粒だし小さじ1、ごま油大さじ1、酢醤油として醤油大さじ1、酢大さじ1、白いりごま小さじ1/2となっています。ちなみに概要欄には詳しい作り方のほか栄養成分も記載しているので、作る時の参考にしてみてください。というわけで早速調理開始。まずは舞茸の下ごしらえ、手で小房に分けましょう。今回はあえて細かく裂かずに、やや形を残すことで独特のコリッとした食感を楽しめるようなチヂミに仕上げます。というわけで舞茸の下ごしらえは完了です。続いて人参の下ごしらえ、斜め薄切りにし、さらに横に並べて重ね千切りにしましょう。なお今回は包丁で切っていますが、ピーラーを使用していただいても OK です。というわけで人参の下ごしらえは完了です。続いてボウルに絹ごし豆腐を入れて泡立て器で滑らかになるまで潰し混ぜましょう。ちなみに今回は豆腐の水分も生地に利用するので水切りは不要です。絹ごし豆腐が滑らかになったら卵を割り入れ、片栗粉大さじ3、和風顆粒だし小さじ1を加え滑らかになるまで混ぜましょう。生地が滑らかになったらさらに舞茸と人参を加え均一になるまで混ぜます。全体が均一になったら生地の完成、あとはフライパンで焼くだけです。それでは生地を焼いていきましょう。ちなみに今回フライパンはチヂミが食べやすい大きさに仕上がって、ひっくり返す時にも扱いやすい直径約20センチのものを使用します。というわけでフライパンにごま油大さじ1を引いて弱めの中火で熱し、生地を流し入れてスプーンで形を整え、蓋をして 4,5 分蒸し焼きにしましょう。しっかり中まで火を通して豆腐のもっちり食感を引き出します。蓋を取ったら一度火を止めて、生地をまな板などにそーっと取り出し、フライパンを当ててまな板の底を持つようにし、ぐるっとひっくり返してコンロに戻しましょう。再度中火で加熱したら、今度は蓋をせずに時々ヘラで押し当てながら焼き色がつくまで3分ほど焼いていきます。火から下ろしたらまな板に取り出して食べやすい大きさに切り分けましょう。お皿に盛り付けて酢醤油を添えて完成です。程よいきつね色の焼き色と人参のオレンジが秋らしい彩りで食欲をそそります。いただきます。外側は程よく香ばしく、噛めばもっちりふわふわ、優しい食感と舞茸の旨味が口の中にぶわっと広がって、お箸が進んでダイヤみつき。さらに人参のおかげで彩りだけでなく小気味いい食感もプラスされて、最後の一切れまで食べ飽きないチヂミに仕上がっております。混ぜて焼くだけで簡単、カロリー控えめで食物繊維もたっぷり、彩りも秋らしくてしっかりお腹にたまるという、まさにダイエットにぴったりの一品に仕上がっているので、ぜひ作ってみてください。今回のレシピのポイントです。舞茸は手で小房に分けましょう。大きめにほぐして生地に混ぜればよりコリッとした食感が引き立ちます。ただし根元部分はやや硬く、大きい塊が残っていると生地が崩れやすくなってしまうので、気になる場合は細かくほぐすか刻んでしまうのもおすすめです。人参は千切りにしましょう。まずは斜めに薄切りにし、さらに横に並べて重ねて切ればスムーズに千切りにすることができます。ちなみに人参は抗酸化力を持つ β カロテンの含有量が野菜の中でもトップクラス。高タンパクな豆腐や食物繊維が豊富な舞茸と一緒に食べれば、美容や免疫力アップの効果もぐーんとアップします。具材の下ごしらえが済んだらボウルで生地を作りましょう。今回は豆腐の水分も利用するので水切りは不要。また絹ごし豆腐を潰したり調味料を混ぜるときは泡立て器で、
舞茸と人参を加えてからはスプーンやヘラで混ぜれば調理の段取りがスムーズです。生地が完成したらフライパンに流し入れ、焼き色がつくまで焼きましょう。まずは蓋をして蒸し焼きにすることで豆腐のもっちりとした食感を引き出し、ひっくり返したら蓋をせずにヘラを押し当てながら焼くことでカリッと香ばしいチヂミに仕上げることができます。またカロリーを気にされない方はひっくり返した後に追加のごま油を縁から回し入れれば裏面もよりカリッと焼き上げることができます。生地が焼き上がったらまな板に取り出して食べやすい大きさに切りましょう。火から下ろした直後の生地は不安定で崩れやすくなっています。そのため綺麗に切り分けたい場合は生地の熱が少し落ち着いてから切るのがおすすめ。さらに包丁は押したり引いたりするのではなく真上から立つように切りましょう。加えて1回切るごとに包丁の刃を水で濡らして絞ったキッチンペーパーで拭き取ればより断面を綺麗に切り分けることができます。また今回はダイエット用レシピということであっさり食べられる酢醤油を添えていますが、お好みでニンニクや生姜などの薬味を加えたり、ラー油や豆板醤、コチュジャンなどで辛味をプラスして食べるのもおすすめです。というわけで混ぜて焼くだけで簡単、カロリー控えめで食物繊維もたっぷり、脂肪を燃やす痩せチヂミ、ぜひ作ってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。